クロスガードから相手のラペラを使ってチョークします。はい、クロスガードやりました。はい、まず、まあ相手の襟、奥襟持って引っ張ってきます。はい、そしてこっちの手で、左手で相手のラペラをめくり上げ、はい、相手の背中側から通して、今度この自分のね、右手に渡します。はい、相手の脇の下ぐらいがベストですね。こうすると相手このままキープできる。はい、そしたら今度この左手で相手の袖を持ってアームドラッグのような形でこっちに流します。はい、そして自分はちょっと横行ってますね、今ね。はい、そしてこのラペラを相手の首のね、正面に持ってきて、それ左手に渡す感じです。はい、これもなるべく深く持ちましょう。はい、そして今度はこの自分の右手で相手の右手持って流すのと同時に締めるのと、まあ、引くというかね。そしてもちろんクロスガードしたこの体の力を、ね、胴体絡んでる足の力使って、はい、体の腹筋使ってこういう感じになります。もう一回やりますね。はい、はい、ラペラ叩いてるけど、まあ、クロスガード取りました。はい、お蹴り持って相手を引っ張ってくる。はい、まあ、ラペラめくれてるんですけど、めくって、はい、相手の背中側から持ってきます。はい、相手のね、脇の下押さえる。はい、そしてこれ右手に渡します。はい、右手に渡します。はい、そして相手の手を袖を持って、右手の袖を持って流すのと同時に自分も半身になります。はい、そしてこのラペラを今度相手の首の前に回して、はい、相手の袖持って、まあ、袖持てなかったらね、まあ、手首でも、手のひらでもいいです。まあ、袖だとすごい力入るんで。そして、はい、このクロスガードの力も使って、せーので3つの力を出せば、強烈なラペラチョークになります。Dream Fantasy! Dream Fantasy! Dream Fantasy! DJJ!